当然のごとく動いてくる赤い場合吉尾に対して深谷智弘もここ抵抗に行きまして島村笠原深谷に赤い場というスロー、これが4人となるのか。すでに定段からは離れ気味で3号艇の羽野直哉に5号艇の山崎軍です。島村隆義は今日は9レースの2走でボーダー越えには1着2着あたり、笠原亮定番通り入ります。センター3コースが4号艇の深谷智弘がこのカード予選最後の勝負掛けは4着 6.0 です。現段階でポイント2位の地元ホームコースの赤岩義雄、勝利ならば 8.33。 羽野直哉や11レースとの2走であります。円に絡んで後半戦に向かいたいところ。3号艇の羽野が5角戦再アウトに5号艇の山崎軍、2連勝でも 5.67 というポイント状況ではあります。赤岩の動きを完全と4号艇の深谷も抵抗に行きました。インの島村隆義、昨日からはかなりの上昇を感じるが、島村が100ジャストで起こせるか。1番2番4番6番助走を取りながら3番5番という進入です。開催4日目の攻防の予選4レース、スタートが5角から3号艇いいダッシュ03あたりか。こういうところで張り込む3号艇の羽野、一騎一撃。6号艇変わっていって前が詰まって2号艇4号艇切り込んでいってバックへ入った。3号艇の羽野直哉、5コースから弾丸のごとく出ていって一気の攻撃。深谷智弘は飲み込まれ気味でもなく残していきます。3番4番34体系前提スターター正常6号艇の赤岩、現在3番手から前を追っていく。深谷智弘は早めに握り込んで待って出口へボートを返します。3番おっと6号艇振り込んでしまった。赤岩2号艇の笠原と相当は1号艇の島村隆義の3番手追は激戦状態。3号艇の羽野直哉から4号艇の深谷智弘、3番手2号艇の笠原がコーナー先手、手前でグッとブレーキ引いてボートが戻ってきた。1号艇島村の島村隆義、島村さして現在は爆中間では1手進半から2手進リードを広げていくのか。上位は3番4番1番の体系であります。トップターンから向こう上面からボートが返され、3号艇の羽野直哉から4号艇の深谷智弘も早ここでしっかりと準優乗りを決めるか。2着ですと 6.8 となります。3番手1号艇の島村隆義、後方2号艇の笠原、4番手の後方は5号艇の山崎軍、1周の2マークでの振り込み板黒号艇の赤岩義雄であります。5コース角が手に入りました。これはスタートにも集中したか。3号艇の羽野直哉が一騎一撃、ここでポイントアップに成功であります。待望の初勝利に向けて3号艇の羽野、この後11レースポイントを随分と上積んでいきました。3号艇の羽野、続く4号艇の深谷登場で1号艇の島村が3番手、予選後第4レースまもなくゴールイン。先頭3番の羽野直哉ゴールイン、2着で4番の深谷です。3着で1番の島村、2番の笠原、後方5番の山崎。6番の赤井は